い、はい、ということで行ってみますか。行きましょうか。行きましょうか。はい、せーの、うららら、いけてるー。イエーイ、はい、イエーイ。あれ、今日のジョーさんテンション高いですか。今日は高いです。やった。今日はなんかいいことあったんですか。今日は嫌なことがなかったんで。なるほど、嫌なことがなかったんでテンション高いと。はい、はい、一つだけブレスレットあるけど、大事なブレスレットなくしちゃった。あの星の思い出のブレスレットが2年間つけてたブレスレットなくしたんだけど、それはやばい。カロリーをね、昨日100本でもお店でなくしたんですよね。お店だと思います。あの昨日 あのカロリーを100本ぐらい飲んでた時になくしたんですよ、多分。了解です。そしたら探しましょう。わかりました。はい、はい、ということで、はい、今日のね、ゲストも来てます。はい、来てます。来てますね、うん、どんなゲストですか、今日は。今日はジュノンボーイ系と、ジュノンボーイ系とあと窃盗犯、窃盗犯まあ民謡系窃盗犯ですよね。なんかなんとか民謡みたいな。ジュノンボーイ系と、はい、ビジュアル系、ビジュアル系系だね。あの怪盗系ですよ、怪盗なんとかみたいな。ビジュアル系系、怪盗沖縄的なね。はい、はい、じゃあ一人目から、はい、みことくんです。イエーイ、ジュノンボーイ系。え、怪盗系じゃなくて。ジュノンボーイ系来ました。ジュノンボーイ系のみことくんです。スタイルいいね、スタイル。スタイルいい。お、イケメン。ルナさんの倍ぐらいあるんじゃないですか。顔がね、やばい。これ並んだらやばいかも。2倍ぐらい俺までかいかもしれない。あら、あれ、多分ね、緊張します。緊張してる。緊張してると思いますよ。そうしてる。久しぶりのニコ生で。はい。久しぶりなんだ。久しぶりということで。じゃあ次の、次、はい、次のゲストも、はい、沖縄を代表するね、沖縄から窃盗犯、うん、沖縄からわざわざね、準備してきた。そうですね、はい、怪盗、怪盗、怪盗、あがれくんです。イエーイ。元気ないじゃん。え、元気ない。テンション低いの、もしかして。もしかしてテンション低い。低くないっすよ。テンション低い。そしたら、まずね、自己紹介から、はい、行きましょうか、はい、そうですね。じゃあ僕から行きますか。はい、お願いします、はい。ニコ生に命をかけるプロデューサー、水月ルナです。よろしくお願いします。イエーイ。はい、命かけすぎ。はい、じゃあジュノンボーイ系行きましょう。どうも、出勤するする言って1ヶ月ぐらい出勤が遅れたニコノです。どうもよろしくお願いします。そう、遅かった。ルナ遅かった。出勤するする詐欺だから。するする詐欺。そう、するするってオープン前からいたけど結局出勤しない。なるほど。でもね、今レギュラーで毎日いるんで、ぜひともね、会いに来てください。会いに来てください。会いに来てください。はい、ということで、はい、ちょっと期待されてるよ、これ。何を言うか。何を言うか。うん、ここで掴めるかどうか期待されてるから。おお、じゃあ行きましょう。はい、はい、沖縄からやってまいりました。はい、はい、はい、あかねです。そう、はい。いや、俺に盗めないものはないって言ってほしかったな。怪盗ルパンです。そう、怪盗ルパンです。最後に、ニコ生ね。はい、ね、そうですね、ニコ生に半分ぐらいの仕掛けてる神谷です。イエーイ。イエーイ。いや、ルナさんほどじゃないってね。あかね、あかね返せ。バグった、バグった。で、そうですね、3部ができました。3部できました、はい。来月から、はい、僕と神谷くんでね、はい、撮影されました。はい、飛ばされました。一部はあのレイくんとライトくんとカズマくんで、はい、頑張ってくれるらしいんで、ね、僕たちはね、パパッと朝に行ってね、はい、うん、朝に行って、ね、3部でも革命。3部でも革命ね。いいこと言うね、みことくんは。いいね。うん、どんどん。そうですね。はい、神は宇宙一イケメンだって。嘘ばっかりだな。嘘ばっかり。で、今日はあの動画も、はい、短い動画がね、3分ぐらいの動画をね。そうですね。だからなんか短い割にすごい濃厚ですよ、すごい。そうですね、なかなか撮れない映像が撮れちゃいましたみたいな、うん、今日は本当すごい、すごいっすよね、すごいゲスト、本当にゲストってこういうもんだよね。はい、出ちゃってる、ね、出ちゃってるっていう。はい、で、あのコメント、パラレル兄弟、パラレル兄弟の質問を考えるのがね、はい、とうとう面倒くさくなったんで、はい、面倒くさくなりました。コメント
してください。はい、あの、ね、2人にね、コメントを2人に質問してください。なんか質問とかね、うん、うん、なんかボスね、なんかコメントあったら直接じゃ聞けないこととかね、直接聞けないこと、うん、なんだろう、あまり表沙汰にはできないこととか何でもいいんじゃないそうですね、こういう機会にね、ぜひぜひお願いします。じゃあ、はい、行きますか、パラレル兄弟を。パラレル兄弟先に行きます、行きましょうか、じゃあパラレル兄弟、はい、行きましょう。じゃあ、ちゃんちゃんだな、ちゃんちゃん、ちゃんちゃん、ちゃんちゃんがね、今日後半はあの、今日からイベント、そうですね、あの、今パラレルイベントをやってます。22、23、24でチーム対抗売上バトルっていうね、お客さんにとってはすごいすごい、あの、関係ない関係ない本当に私事なイベントをやってるんですけど、そのね、主役の3チームのリーダーが8時10分ぐらいから交代します。交代します、はい、そうですね、早いんですけど、そうそうそう、そうですね、見てください。はい、ぜひとも後でね、ゲストが来るんで、じゃあ先に行っちゃいましょうか。行きますか。はい、パラレル兄弟、はい、せーの、チャチャンって、チャチャン、はい、始まりました。今から始まりました。質問してください、はい、コメント、うん、質問お願いします。今から2人に質問してください質問来なかったらもうもう行きました。もちろん神は指名できるできるよ、できるけどね、あのね、5分ぐらいしか少ない、ごめん一応できます、はい、一応できます、形だけ、うん、一応できます、うん、二人質問ないかな、なかったら寂しいな、なかったら寂しいな、投げキスしてはあるけど、あかねグイグイだって、あかね、あかね、食べんの、セミ食べるんですか。食べないよ、セミはセミは食べたことないよセミ食べれるの食べれるみたいですけど、食べたことないです。なるほど、ね、食べたいとは思う、いや、思わないです。あ、小学校の時なんだな、あ、いい質問来た、小学校の時なんだな、はい、みことくんから。俺はずっと高校まで丸山修っていうのがあだ名で、え、丸山修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 はその金八先生で八乙女ひかるがやったタイプで、なるほど、その時の顔がそっくりだったらしい。なるほど、なるほど、ずっと修で、修くん、修くん、修くん、あかねは、自分は名字が福田っていうんですけど、ずっと名字で呼ばれてました。福田、はい、福田、はい、修くんと福田くんです。はいはい、はい、ホストを始めたきっかけ、はい、ホスト、ホスト始めたわけ、2人、はい、俺きっかけはこれ忙しい、これ忙しい、忙しい、忙しいよ、先に友達が俺より先に来てて、はいはい、でその子が病んじゃって、病んじゃって俺に直接電話来て、はいはい、ごめん来てよっていう泣きの電話があって、あ、それで、あ、いいよってその次の日に東京来て。なるほど。え、もともとどこだったの、出身は。もともと出身が九州で、おお、佐賀県なんですけど。そうだよ、なんかお土産買ってきてくれたもんね、佐賀のね、美味しいシューマイ、あの、俺たちがレンチンせずに食べちゃったってもう10分ぐらいでお土産全部なくなっちゃったそうです、全部食っちゃった本当、温めて食べないといけなかったのに、はい、お土産を全部ね、めっちゃうめえっつって食べそう。イカシューマイなんて開けてくださいねっつったら、もうみんなで全部食べちゃった食べちゃいましたね、はい、ちなみにあかねくんは、はい、ホスト始めたきっかけは何ですか。きっかけはノリです。ノリで適当にもうちょっと食を変えようかなと思って、グイ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 、あかね、歯なくない、あかね、歯なくない、歯なくない、気づいた、あかね、歯なくないわね、いやー、ね、うん、じゃあスキッパーグイグイ行っときますか、グイやすか、グイグイグイよしこい、グイ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 よしこい、グイグイグイよしこい、なんで歯なくなったんだ、あかね、あかね、何へ、何へ、あかね、何へ、何へ、何へすかね枕です。枕はしないな。枕です。枕です。枕営業です。全枕です。全枕。全枕。もう枕以外ないって。初回アフター枕とかね。しかも青缶で。青缶、うん、ホテルに行くお金がないんで。いやー、ひどい。ひどい人ですよ、これはもう。はい。はい。はい、パラレルのスタッフの平均年齢は23ぐらいじゃないですか、22ぐらいじゃないですか、22、23する、多分、そうですね、あかねキス顔来たよ、あかねキス顔、リナ、はい、手来て、おはようございます、はいはい、キス顔、じゃあ、あかねくん、歯どこ行ったの。歯はね、某ダーツ屋のダーツ屋のゴミ箱に、ゴミ箱に捨てた、捨てました、命中切るんだよ、歯を買うためにホストを始めましたまさしく、その通りですよねあ、神谷さん何へって来てますね、神谷さんね、おらえ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 、
カミヤかっこいい。やったぜ。赤で人気じゃん。赤で人気だよ。人気っすね。なんで神山で毎週見せるほんとね、いやこれはね、ほんとね、やめますよ、やめましょう。おー、みことくんどれだって。どうもみことです。どうもみことくん、これです。これイケメン、イケメンやん。神歌って、神歌って、みこ生だからこれ歌うのちょっと違うから。みことでも歌うまいもんね。おー、なんかみこと飲める、飲める。いやー、それは飲めないとね。みことくん、今胃腸が、胃腸がちょっとね、ほんと連日の激戦でね、だいぶやられておる。みことくん、フラフラに手振ってあって、みこと飛ぶのって来てるけど、飛ぶの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 。いや、やめるんだったらきっぱりやめますね。とのことなんで。茜はは飛ばないっすね。本当にやめるならちゃんと、ほんとちゃんと、もう本当の本当ぶっちゃけやめたい。いや、大丈夫です。やめるときはもうちゃんと俺あれ、この間なんかやめたいって言ってなかった。じゃあぶっちゃけ飛びたい。あれは多分酔いで、ただ口にしただけであって飛びはしませんね。なるほど。みこと飛んだよって、ここにいるからね。まだいたって LC コメント。めちゃくちゃやん、めちゃくちゃやん。あかね、キス顔早く、キス顔早くしないと、キス顔早くしないと。今してんのそれ、してんの。なんか、なんかもうちょっと近づいてやん、近づいて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 、マジで。だってどこっすか。はい、ルパン、もうちょっと、もうちょっとした、もうちょっとした。ルパン、ルパン。お、切れ替わった。ほら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 、あかねくん、キス顔。あかね、あかね、これあかね、これダメでしょ、これホラー映画でしょ。ホラー映画ジャックスパイダーですからね。やめてください。じゃあちょっとね、次の質問なんかないかな。ほら、これダメでしょってコメント持ってる。やばいね、これ口閉じたらバレない。口閉じたらバレない。しゃべんなってことだ。いや、もうそうっすね、しゃべんな。質問が来ない。はい、質問来ないんで、とりあえず俺から質問。はい、2人のちっちゃい頃の夢は何ですか。将来何になりたかった。将来自分は保育士ですね。子供が大好きで、おお、ロリコンとかショタコンってわけじゃないんですけど、まあ本当大好きで、今ね、今3歳の弟。いや、見てくれてる女子がときめいたから、子供好きっていう声に。いや、いいね、いいね、いいね。で、何人かに聞いたけど、資格取るのに2、3年あれば大丈夫だよ。うん、頑張ろうかなみたいな。真面目、真面目や、真面目。ちなみに、あかねくんの将来の夢は、回答以外で。回答以外、回答以外、回答以外だと、サッカー選手っていうのを書いてましたね。サッカー選手、はい。サッカーできるの。やらなかったですね。やらなかったですね、結局。本当にダメじゃん。そうなんだ。へえ。なんかもうちょっとひねったやつが欲しいね。ひねって。はい、じゃんじゃん。はい、じゃあ二人に質問です。はい。ね、二人の女の子のタイプは。自分ふわふわしてる。なんか都会用がないっていうか、ちょい天然みたいな。ちょい天然みたいな。なるほど。だけど清楚系ビッチは嫌いです。清楚系ビッチ、清楚系ビッチっていうのは何、うん、例えば、例えば例えば例えば突っ込んじゃうよ、そこ。一応、定番のやつがあるんですけど、はいはいはい、まあ、元がオタクとかで、まあ、女子校 にいる人とかで出てきて、はいはいはい、で、まあ、黒髪伸ばして、はいはいはい、で、夏でも常にカーディガンみたいに着て、はいはいはい、こんな状態、はい。ということで、ということで、なんかちょっと長くなりそうだったんで、そうですね、長くなるんで、はい。ということで、神谷キャバクラで彼女できた。いや、キャバクラこの人だから、本当に。やめてもらいたいんだけど、言ってないからね、本当に。はい、じゃあ、あかねくんの女の子のタイプは。うわー、バンギャ。そうですね、小さくて天然な子が好きですね。ちなみに、あかねくん身長何センチ。身長は、それはまあ60はないです。はいはい、60ないです。身長60センチないです。はい、ないです。え、160ないないです。へぇー、ないです。パラリオ1、小さいです。かわいい、かわいい。俺と高いみたいな、男と女みたいな身長とか、やばいぐらいね。ほんとそうだよね。いや、でも俺ミコトより背低いのに、ミコトよりそこまで背筋伸ばしたら、ほら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 、違いますね。ルナさんがちっちゃくなってる。いやー、らいやー、なんか俺に彼女ができてることになってんだけど、どうしたの。なんなんですよね、これルナさんのせいですよ、多分。いやいやいや、なんかとりあえずルナさんのせいだと思うんだけど。神谷キャバクラ通いよ。本当はキャバクラ通いよろよろ。ヒール履いてもね、自分より大きいからいいです。そうだね、女の子がヒール履いて身長出たら嫌だ。あかねがニコラマに出てどんどんテンションが下がってきた。やばいやばいね、これ飛んじゃうね。飛ばないですよ。からあげくん、いります。はいはい、じゃあ、はい、チビなの。160
168cm ってあの世間では言ってるんですけど、はい、本当は 167cm なんです。イエーイやばいね、やばいね、プロデューサー 1cm 盛りです。嘘も、こう嘘もね会いに帰ってカミングアウト。僕は何味が好きなんですか？レッドが好きです。レッドが好きらしいです。レッド味。じゃあ俺から質問しちゃおうかな。じゃあはい、行きましょう。はい、何でしょう。じゃあ今一番行きたいところは、行きたいところ、今一番行きたいところは旅行とか。いや、何でもいい、何でもいい。あかね君、面白いの考えてもらいたい。俺が行きたいとこは、まあ外国とかなんですけど、まあマチュピチュとか。マチュピチュ、マチュピチュ、マチュピチュかっこいいね。そう、なんかそういう神秘的なやつとかが俺好きなんで、ちょっとね、なるほど、見に行きたいなって。何回も言うけど俺飛ばないよ。飛ばないよ。この2人でてか飛ぶ系の話だよ。何飛ぶ情報あんの、どっかで。やめてくんないですか。あかねは沖縄、実家、実家。実家に来たよ。普通に、普通の、普通にディズニーランド行きたいです。ディズニーランド行きたい。ディズニー、お、早い、もう書かれた。ディズニー、ディズニー、カマカッパ王国。カマカッパ王国、どこ。ディズニーね、行ったことないんでね。あら、あら、そうだよね、あの山手線1回しか乗ったことないもんね、あかね。そうですね、1回ですね。そう、まだね、電車というものに触れたのが人生で1回だけっていう。あ、正確は2回ですね。2回、まあどっちでもいいや。はい、プロデューサー、なんか質問ありますか、他に。なんか質問してください。なんか質問ください。キャバクラ通ってないよ。通ってないよ、ほんとに。ルナちゃんのキャバクラ通ってんの。いや、だから、なんだろう、そもそも俺ね、キャバクラに行くほどのね、給料をルナさんからもらってないから。ほんとにひどい話ですよね、ほんとに。はい、こき使われてますよ。カメラ鳥取行きたい。お、鳥取行きましょう。いやー、ちょっと質問が来ない。鳥、質問が来ないね。神はルナの奴隷、正解。いやいやいや、正解です。友達です。彼女です。親友です。本当ですか、本当ですか。子供いるんですよ。仕事、子供いるって言ってるよ。これ結構爆弾的だね。子供は、あー、LINE のトップガーが大好きな3歳の弟なんですよ。おー、水子はいる。なんだ、それなんか言うて、やめて。水子はプロデューサーっていう。ここだけでぶっちゃける、1回いてプロデューサーと服用行って3回ほど。マジで。おお、ね、とんでもないプロデューサーでしょ、本当に。もうそれでキャバクラだから仕方ないな、ほんとね。あかねくんは、はい、経験人数はそこっすか。はい、俺っすか。10人未満です。動物を含めたら。え、動物を含めたら。動物含めたら多分30はいきます。大丈夫。え、30はいきます。へえ、へえ、はい、なんすかそれ。おー、いっぱい来てる。いっぱい。神は未婚ですよ。飛ばないから大丈夫。そう、飛ばないし未婚だし、キャバクラ行ってないから。そんなね、ルナさんぐらいだから行ってんの。いやー、もう飛ばないって言ったら、もうこれが証拠の映像だからね。そうですね、はい、もうこれね、ずっと見せ続けるから。けど飛んだら面白いっすよ。面白くない。面白くない。そしたらなんか新しいコーナー作るんで、あの、みことを探せっていう。みことを探せ、全国で放送して、みこと目撃情報とか、うん、今日、今月のみこと目撃情報みたいな。横浜にいました。テロップがプレーそんな感じね。カメラ、こっちこっちこっち、またっすか。歯を見せてやってよ、歯を。いや、歯はいいっすよ。はい、いやべっす、やべっす。ニコってして、ニコってして。いや、もう見えてるね、見えてるね。なくね。見えてるね、ほんと。やめて。いやキャバクラでもまた会えるよね。会えるよ。会えるよ。会えるよ。妹のこと、ミスの前で見たよ。有名人。いつ俺、ミスとか、歌舞伎来て行ったことないっすよ。あ、そうなんだ。行ったことないよ。そうなんだ。ミスド俺もあそこでも一回も行ったことない。なんだかんだね。でも俺この間ミスドのね、なんかラーメンを食べに行ったんですよ。なんかね、ミスドのラーメン、ミスドにラーメンあるの知ってます？なんかラーメンっていうか汁、なんだっけ。 あれうまいっすよ。あれうまいよね。あの、胃に優しい味がするんですよ。どうしても食べたくって。歌舞伎で見事のもの行きました。入足みたいに言わないでくれ。これね、見事くん飛んでもね、多分すぐ見つけてくれるよね。多分俺見つかりました。見つかるね、これね。今がこの色だから大丈夫と思いますけど、前、特に前とか緑だったんで。緑はね、派手ですね。今日は、はい、
ある有名な人が宣伝してくれたんで来場客数が増えてますか。今の人1800とかやばいですね。やばいですね。おまあこれは、まあ、謎が解ける、謎が解けるのはね、映像交互期待ということで、はい、なんかさっきからキス飛ばしてるが多いですね。キスしてあげなよね。キスしてあげなよ。しますか。ルナちゃんに質問、なんかえぐい内容来てる。え、神は本当はキャバ狂いのキャバが良いやろ。はい、ルナさん回答してください。いや、これ本当のこと言っちゃうとキャバ狂いです。最低なマジで、本当にひどいな、もう。いいですよ。ということでキャバ嬢の人はね、ガンガン営業かけちゃってください。うん、じゃあね、ガンガン。いや、いいですよ。リナとなったら、ルナさんのね、隠し撮り結構持ってるんでね。いやいやいや、本当に。こうやって伸びしちゃう。本当にもう今、アドレス帳も LINE の友達も僕、全部いなくなったんで。そうですね、確かに。本当に全部いなくなったんですよ。そう、そうですね。それは本当っすね。誰とも連絡取ってないっていうね。そう、嘘しかつかないルナさんですが、そこは本当です。そこは本当なんですよ。はい。本当、LINE 友達30人とか、ね、確かに、本当そうっすよね。寂しい。寂しい。寂しいね。うん、早いね、はい、まだ20分。まだコマーシャル大丈夫ですか。コマーシャルはまだ大丈夫です。大丈夫ですか、はい、そしたら次の質問いきましょう。はい、いつもの質問なんですが、はい、ね、パラレルってどんなお店ですか、二人にとって。パラレルは、仲いい人がだんだん少なくなってきて。やばいね、本当に。なんか知らないけど、紹介されてきたのにみんなドローンしよう。ドローン、ドローン。ホストクラブは本当にね、うんうん、入れ替わりが激しい。じゃあ、そろそろ俺はこんなところで、みたいなね。いなくなっちゃう。お、アップなったよ、ほら。お、仲いい人、どんどんいなくなっちゃった。そんなパラレルです。そんなパラレルです。けど、雰囲気は好きですね。いい店だよね。ただ、ちょっと音が大きすぎるっていう。店の不満は言わないでくださ宣伝しちゃけど楽しいとこですよ。楽しいとこですよ。はい、茜井くんにとってパラレルってどんなお店ですか。そうっすね、みんな仲いい、アットホームな楽しいところっすね。うん、はい。アットホームな、はい、アットホームなね、はい、はい、ね、誰かに言わされたようなコメント本当に言わされてないですよ。全然 BGM 何かかってるの。BGM、これ何なんすかね。何なんでしょうね。何だろう、よく流れてんのがティアラ流れますね。あ、店のって店のでしょ。これじゃなくて、これじゃなくてでしょ。よく流れてるのは、うん、何だろう、何すかね。ティアラとか、あと何だろう、ティアラティアラ流れますよね。あと何流してるの。あとビジュアル系もたまにね、たまにたまにたまに流れてる。クラブ系だよね。クラブ系とかハウス系とか、ちょっとボカロ流してほしいし。ボカロ流そうか。ボカロもたまに流れますね。うん、結構なんかホストクラブってどんな音楽が流れてたら嬉しいかな。あ、それ気になります。それ気になる。ですね、どんな BGM がいいですか。行きましょう。教えてください。ハウス。ハウス、なるほど。ハウス。カニ連れてってワインクラブ。カニクラブ系。いや、神谷さん指名できますよ。できますよ。これね、ライトさんが書いてるんじゃないかなって。だんだんとね、勘繰りが入ってきた。よく仮パクされるところ。今誰か見てるか、店で。見てるかな。R&B か、揚げ系のビジュアル。一応ね、今日イベントなんでね、みんなね、見てる余裕はないはずなんだけどな。夏希とかの手配はできるのかな。ちょっと危ないっすね。行きますか。行きますかね。見てる人、カズマくん見てるかな。見てないかな。なんだろうね、俺がキャバ狂いだったらどうなるんだろうね、世界は本当に。あかね好きだよ、だって。あかね飲んでだって。ジャキ見てる。ジャキ見てる。あかね先月の指名本数何本あった。何本先月指名本数。出るー。ゼロだったような気がします。ゼロ本。ゼロ本。いいね、あかねくん、いいね、はい。これ以上落ちないもんね。落ちない。伸びるだけだもんね。上がるだけで。これから。うん。これアップだっかっこいいのにね。坂口健人に似てるもんね。アカネ褒められてるよ。もうね、アカネっちスパローにしか見えない。ジャックスパローで。そう、だからなんか営業終わりの BGM っていうのがあって、だいたいね、俺なんかパイレーツオブカビビアンの俺たち海賊っていうね、BGM をね流すんですよね。そう、手振ってらしいっすよ。いやー、レナキュン。お金、お金取っちゃダメだよ。誰だろうね、書いて。誰だろうね、これ従業員余裕あるの。ジャケ、クリゴシとか絶対従業員。従業員もみんな
暇つぶしに見てるよ、絶対まだもう今日イベントだしね、営業しましょう、混んでるでしょ、多分ガラガラもしかして帰ってガラガラだったらちょっとへこむよ帰って天からだったらね、天からでは赤目の笑い方下品赤目の笑い方下品なんて一回ちょっと CM 行きますか、行きましょうか、はい、じゃあ CM ここで行ってみましょうか、はい、CM どうぞ。やられたらやり返す倍返しだ、クラブスコール、なんでクラブスコールに通わなかったんだろう、今日から週3だ、クラブスコール、部下の売り上げは上司の、上司の酒は部下の、ウユツキグループ、クラブスコール。はい、ということで、引き続きルナルナイケてるゲストはみことくんとあかねくんです。よいしょ、イエイ。いやグダグダだね、グダグダな感じでグダグダな感じで言ってますよ。いや、グダグダ放送って最高じゃん、グダグダがいいよね。はい、グダグダ、はい、のんびりがいいぞ。で、引き続きパラレル兄弟ですか、今は。ですね、ですかですね。なんか二人にすげえ質問をください。なんかすげえ質問ください。8時10分ぐらいになったら2人いなくなっちゃうんで。そうなんですよ、今回は。そうなんですよ、あと10分ちょっとだよ。はい、そうですね、そうなんですよ、そうなんですよね、ゆるくゆるくね、頑張ったけど、うん、普段どんな質問があるの。お金手振って、うん、手振ってって嬉しいのかね。質問何でもいいよ、あ、録画じゃないよっていうあれじゃない。そう、あ、初見さんだ。お、初見です。本当ですか、残してねって。最後で半よろしくね。でも2人はもともと自分の個人のニコ生やってたんでしょ。ああ、やってましたね。すごいね、すごいね。ニコ生では、ニコ生ってことを全く知らなかったもん。歌ってみた放送とか、うん、歌ってみてたの。そうっすね、歌ってました。歌ってたの、すごいね。歌ってみた、恥ずかしくない、恥ずかしくないっすね、特に。じゃあ次からね、ルナさんが歌うっていうコーナーを作るっていう。いや、僕も個人でやりますから。個人でここにみんなで乱流してそっちにね、また従業員とか出演させたりしてね、ほんとね。パソコンも買ったし、はい、パソコンもね。お、指名本数いくつ出てきてるんで、自分指名本数60本ぐらいでしょ。そんなないですよ。実はね、そんなこっちは見てるんだよね。はい、映るかな、映るかな、映るかな、こっちは見てるってね。そんな、いや、もうね、ダブルでね、はい、リアルタイムのコメントをね、リアルタイムのコメントですね。はい、あかねくんは何家ですか。何家、何家でしょう。まだ営業したことないですね。いやいやいや、え、いやしてましたよ。あかねくんちょっと携帯が止まってるんで。そうです、営業ができない。しかも携帯代払わない決意をしたそうですよ。復活させないっていう。携帯代が確か5万ぐらい、5万とか5万ぐらい携帯。 Wi-Fi だけで絶対課金してるだろうって。課金してんだろ、絶対ね、変なことしてるから。5万はすごいよね。ほら、払えやって言われてる。じゃあちょっと質問です。2人はなんか営業終わってからどこ行きます、よく。営業ご飯とか何でもいいんだけど。俺基本ラーメン食べ行きますよ。ラーメン、何ラーメン。ラーメンが好きで、豚骨系なんで、うん、歌舞伎だったら和倉が好きなって感じです。なるほど。あかねくんは、あかねくんは財布を探しに行く以外で。財布をパクリ、うん、それ以外、それ以外、それ以外。それだと食堂に行きますね。食堂、食堂、どこの食堂。
おかめ食堂。おかめ食堂、どこにあるのそれ。それは、確か立花の近くだったと思う。おそこで、そこで取れる結構。あ、いいですね。そこはまだ、まだ、ね、できてないですね。なんか、お金くんさ、いろいろできるじゃん、確か、いろんなものが。ミスド行こうよ、誰か。誰か一緒行こうよ、ミスド。ミスド。俺、こっち来てミスド行ってないから行こうよね。行ってあげてください。俺、ポンデリングのひなこが大好きだ。ポンデリングなこ。あれ、うまくないですか。じゃあ、ミスド同伴で、お願いします。ミスド同伴。はい。いや、できるから、はい。お願いします。いやー、僕も行きたいな。映画とか。一緒に行ってください、誰か。いや、嘘ですよ、もうほんとキャバクラには行かないからね。うざいね、マジで。いや、もうね、俺、ルナさん、このね、このニコ生のせいで俺結構ダメージ食らってますからほんとに。はい、タヌキね。いや、もういろいろね、もういや、わかんないけど、なんかね、すんごい変なラインが来る、ほんとに。キャバクラ行こうよ。そう、なんかほんとに今日も来たんすよ、あの、求人出してるじゃないですか。なんか女の子から来て、まあなんか言えない内容がね、うわーっと書いてありましたよ、本当に。もうルナさんのね、偽情報で騙されやがって。もうじゃあ、これはさ、売上80万円の場合ってあるじゃん、これ。はい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 。これもこっち、こうか。あ、これか。これこれも飲み友募集中にしようじゃん。飲み友募集中飲み友達募集中にしようじゃん。飲み友達募集中、宮崎ルナ一緒に飲める友達。ポンデリング食べ行こう。食べ行こう。ポンデリング、ポンデリング美味しいよね。うん、飲み友募集中にしようか。そうですね、はい、もはや求人ではないってね。はい、はい、こんな感じで、はい、こんな感じで早いな、30分。そうです ね、 ですね。最後のいつもの質問いきません、うん、初めて。はい、じゃあ行きましょう。初めてルナさんを見た時だっけ。はい、初めてルナさん、初めてルナさん、神谷さんを見た時。うん、みことと初めて会った時はちょっとあんまりやばい、あれは言っちゃダメ、あれ NG でお願いします。ここルパンがいなくて123プラス2人ですかね。そうですね、うん、その時に会ってもう前代未聞の面接をしたんですよ。そうですね、あれは NG で、うん、俺もあそこになんでいたのかっていうぐらいのあ、ルナさん見た時はぶっちゃけどうも眼鏡かけて帽子かぶってたんで顔が見えなかったしね。本当に。ただ少し波長が合うのかなって思って。あ、マジで。いいね。ちょっと面白そうだったって。そう、なんか当時のルナさんが結構ね、なんかお酒の飲みすぎでちょっとふくよかになってて、で面接に来た人がルナさん誰ですかって感じだった。どこにいるのがルナさんですかみたいな感じだったので、ちょっとルナさん気にしてちょっとお腹も見せられて、ね、そうそうそう、だからグラサンかけてちょっと変装してみたいな。そうだね。そう、それで面接してましたもんね。本当に名刺配るまで気づかれないから。そう、あ、この人だみたいな。キャストみたいな感じでね。そうですよね、体験入店の方。はい、はい、じゃあ、あかねくん、あかねくん初めてルナさんも見た時、見た時。そうですね、ね、なんだろう、 YouTube とかに一個だけルナさん動画とかあるんですけど、 あとはこう普通に求人募集で載ってるじゃないですか。それしか見たことなくて、初めて会った時はうわ本物だって思いましたね。うわって思います。超イケメンじゃんと思いながら。マジで、はい、うわ本物だって思います。嬉しいんだよ。ですね。はい、はい。いや、ほんとね、誰かに言わされたからね。変わったんだよ、変わった。あ、変わった。ほら、これこれこれ、いやー、一緒に入った。ひどい、ひどい。一緒に飲めるよ、友達。ルナイケ、これやばいね、これ。下のラインに合言葉、ルナイケ。いや、一緒にちょっと飲みに行きましょう。はい、暇なんだよ、毎日。あ、ほんとだ、ID 載ってないじゃん。まあ、いっか、載って。 ID の、今更だね、今更だね。どうでもいいっすね。じゃあ次回、はい、次回の放送でね、一緒に飲める友達募集中です。はいはい、ということで、はい、そろそろじゃあいつものいきますか。いきますか。こんな感じで、はい、うん、いきますか。こんな感じでルナルナいけてる、いけてる、いけてる。お、100人言えるかな。100人言えるかな。うん、はい、100人言えるかな。100人言えるかな。はい、うん、やっちゃいますか、ついに。やっちゃいますか、うん、大丈夫ですか。いっちゃいますよ。いっちゃいましょう。はい、今日の動画はどんな動画ですか。今日の動画は、はい、鳥の位置でたまたま撮った動画ですね。鳥の位置で知り合いにあって、はいはいはい、その知り合いが、まあ、はい、今回初ホストじゃない。でもそうですね、言ってくれた人。はい、そうそうそう、初ホストだね。初ホスト、そうですね、うん、まあ、イケメンだよね。イケメンです、うん、多分もう
知らない人はいないんじゃないですか、ね、そうですね、いないと思います。もう僕たちなんか全然全然超有名人、格上のホストだもんね。そうですね自分でも知ってるし、うん、うん、そんな感じで、はい、うん、あ、自分でも知ってた、見事も知ってた、知ってますね、知ってるっしょ、そりゃもう有名人だもん。じゃあそんな動画いってみましょうか。うん、はい、じゃあルナルナ100人いけるかな言えるかなルナルナ言えてる100人言えるかな間違えちゃった。短いんだけど、はい、その動画が終わってこの2人はいなくなります、いなくなります、いなくなります、いなくなって、はい、多分交代します。はい、うん、そんな感じでルナルナ言えてるじゃない、言えてる100人言えるかな、はい、動画見てやる、どうぞどうぞ。どこに行きますか。もうそろそろ収録です。もう収録ですよ。うん、はい。鳥の市に行きましょう。いや、マジっすか。鳥の市にワープしましょう。いや、本当にワープしますか。それじゃあ鳥の市行ってみましょう。せーの。ね、やばい。いやー、動画なんですよ。動画なの、これ動画なの。ルナルナ行けてるっていうね。じゃあもうこれ似てるから。今鳥の市にいます。鳥の市、なんとすごいイケメンを見つけてしまいました。イエーイ、すごいイケメン、全然イケメンじゃないけど大丈夫。ルナルナ、イケてる。ちょっと痩せて、めちゃくちゃ仲いいんで、もう男で、そうだね、有名人、歌舞伎町の有名人、みおくんにコメントをいただいて、いつか、イエーイ、ルナルナイケてるコメントまで、さっさーに、イケてる、ルナルナイケてる、イケてる、イケてる、イケてる。いやー本当にね、いつの間にかあれファレルのアイドルこと、ゆきやです。どうも。眉毛だけ、眉毛だけ、眉毛だけ、眉毛かきましたね。眉毛だけ、眉毛だけ、眉毛ないですよ、眉毛、どこ行ったんですか、どこ置いてきたんですか。眉毛なんか変なことになった。なんかね、眉毛がない。はい、まあ、してないんですけどね。そして、その真ん中ははい、まず、みおくんにちょっとお礼を言いたい。ああ、じゃあ先に、そうですね。はい、スコールのみおくん、ありがとうございます。はい、ありがとうございます。知り合いだったんだと思う。あのね、本当多分いやいや出てくださったんでしょうね。いやいや顔きついもんね。顔めっちゃきついだもんね。ありがとうございます。ありがとうございます。協力。はい。ありがとうございます。じゃあ夏希の自己紹介。はい。
なんかね、いつもニコ生に出ると赤いんですけど、はい、今日もね、特に今日めっちゃ赤いなと思って、でもそんなね、リアルはそんな赤くないんで、よろしくお願いします、夏希です。イエーイ、イエーイ、イエーイ。あやあやあや、あや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 。そんなそんな、はいはい。先月は売れっ子あやくんです、イエーイ。先月は売れっ子あやくんです、イエーイ。先月は、はい、そうですね。そんなこの3人今日チーム対抗売り上げバトルの塩がぶっときましょう。とりあえずキスしようか。なんでそこ拾うの？めっちゃ書いてあるから。なんでそこ拾うの？2回も書いてあるんですもん。ほらほらほら、お前キス顔見たいって。そんな俺のキス顔見どうすんの？本当にどんなキス顔みんな好きだよね。大好きだ。みんなムラムラしちゃうよ。とりあえず思うか。じゃあチームの代表が3人揃ったってことで、はい、あ、そうですね、意気込みをね、意気込みを、そうですね、この3日間のイベントの3日間のね、チーム対抗イベントの意気込みをね、茜のやつ言って、女の子に熱意を伝えてね、はい、茜の伊藤君の今日は忙しいですか？今日は暇じゃないですか？暇ですか？はい、見ようか。飛ばないのにミオは、飛びました。はい、そんな、めちゃくちゃなことを飛んでないです。今日も出勤してます。出勤しますよ、してます。お店でね、お店で頑張ってますから。ピンクじゃなくなった、ピンクじゃなくなった、ミオくんがグリッチちゃん、トラで入れたって、ほんと嘘嘘嘘嘘、入れるよね。いや、全然予定ないわ。あやくん、キス顔しないの？まるそんな、そんなキス顔しないと吸わないんだって。ほら、じゃあキス顔まで行ってみましょうか。さあさあ、2211、はいはい、ということで、はいね、はい、ということで、はい、この空気、この感じね、この空気ね、はい、熱くなってきた、間違いない、すごい熱くなってきた。おい、熱あるの？熱治りました。ゆきや黙ってって、これのはさ、コメント抽象だろ。意味が分かんない。本当にね、仮病だけだもんね。仮病っすね、単純に仮病とか。そう、パチンコ打ってて、パチンコ打ってて、普通になんかだるくなって、ベラ出ちゃったから、寝ちゃって、寝ちゃって、それで出勤できませんみたいな。ほんとやばいね。仮病対決。なっちゃんも傷顔してってなってるけど、俺はならない、知らない、ゆきや、ゆきやの、ゆきや、ゆきやの、いらない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 、ゆきや行かない。おお、またアップになったから、ほら、待って、はい、じゃあゆきやくんのキス顔まで3、3、2、2、1、1。夏希も行く。コメント止まった、コメント止まったけど、コメント止まったよ、俺が来ました。本当にほら見てみ、コメントマジで止まったんだけど。キスしてよ、二人で。誰と誰が、多分ルナさんと俺じゃないですか。イエーイ、自分から、自分から、自分から言っちゃう、すごい。また日も落ちる。いや、してもらってきちゃったな。はい、ということで、じゃあね、そう、三人のイベントの意気込みをね、チームリーダーとして、はい、はい、じゃあまずはゆきやくんから、はい、ここからすか。はい、まあこの3日間は、はい、出勤します、ちゃんと。それだけです。やばいね。やばい。それもう当たり前のレベルだ。いつ負けるとか。当たり前のレベル。みんなやってること。みんなやってること。じゃあ、ラスクの。はい、ラスクチーム。なんかチーム編成にね、ちょっとね、漫画をすごい爆発してるんです。漫画に。それはお礼でしょ、絶対。え、だってジャック君安いっすからね。確かに。ジャック君安いのに、新しい子がうちじゃないっていう。まさかのいじめがね。あざす。ナンバーワンだからね。いやいやいや、ナンバーワンだもんね。いやいや、ナンバーワン全員でかかってこいよ。そんな無理っす、みんなの協力があってなんで、はい、負けたくないんで、皆さん来てください。はいはいはい。そしてね、そしてあやくん、先月のね、締め放送ナンバーワン、あやくん、意気込みを。そんな締め放送何万でしたけど、今日はお茶です。よいしょ。あれ、どういうこと、どういうこと、ライバルがいるからね。あ、なるほどね。竹情報、もうもうすでに戦利戦始まってるんですよ。もうね、心理戦だから。でも来ないから、来ないからってね、なんだかんだ最後に期待してるよ。もうね、頑張ってね、頑張ってね、頑張ってください。あ、でも貸してください。あ、ピンサもして、ウェーイ。はい、はい、この空気なんだ、この空気なんだ。見事とあかねどこ行ったの？帰るしかないから、ホール作業をね、してもらおうかなと。
ちょっと話そうよ。はい、なんか話しましょう。話そうよ。まだ時間があるからさ。はい、うん、ジュース飲んでいいですか、僕も。いいよ。はい、うん、ジュース、カルピスを。カルピスをね。カルピスじゃないですか、これ違うよ。お前ダメだよ。そうだ、そうだ。ダメだ、ダメだ。語らず、酒癖が悪いから、酒癖が悪いから、放映ガチでしてくれる子にお金使いたい、はい、誰だろうね、誰ですかね、誰だろう誰だろう、誰だろう、なんだろうな、まあ、俺の知ってる中でやっぱみんなつけるなっていう、そうですね伝説のプレイヤーがいたっていう、かつて放映そうだねそれ言っていいのかやばい言っていいのかいや、もうね、もう今はただの内勤ですから内勤ですから、現役の時はね、そうっすね、現役の時は、うん、はい、うん、これ食べていいですか、どうぞ、間違いない、どうぞ、ナンバーワン、どうぞ、間違いない、だけ俺もさっきからチラチラねすごい気になってた、すごい気になったんで、はい、なんか、ないかね、話すこと、なんだろう、なんかやっぱイベント、うん、イベントだからね、ちょっとっ、ね、来てほしいから、うん、ですね、そうっすね、今日あの、もしかしたら行きますっていう女の子、そうっすね、いますか、今日これから行きますって方いたら、コメントください、コメントください、止まった、はい、誰も来ない、誰も来ない、止まったぞ、今飲んでるよ、今飲んでるよ、あら、これから行きたい、あら、いや、金髪キャバリア好き、最近黒髪ロング好きとか言いますね、こんなね、いろんな情報が錯綜してるから、本当に何が本当だ、今だってオープンして4ヶ月ですね、4ヶ月目なんですけど、はい、結構いい感じになってきたよ、店もいい感じですね、いい感じ、本当に最近楽しいよね、本当ね、毎日混んでね、うん、嬉しい限りです、本当に、はい、忙しいし本当ね、儲かってますね、皆さん作ったのって書いてます、あ、そうそう、あの3部の宣伝しておきますか、3部の宣伝を、はい、12月中旬から下旬にかけて、なんかすごいする人だよ、すごい僕と神谷くんで、はい、パラレルソウル日の出の日の出の、うん、はい、日の出できるんで、はい、スコーン、よかったらスコーン、スコーン、何だろう、求人なのか、求人なのか、ぜひね、あの完全新規で3部できるので、はい、ね、ぜひとも面接に来てください求人だね求人で、まだオープンしてないから、僕3部、今3部、はい、いや、3部初体験なんで、そうですね、でも一部も誰ちょっと回るよね、誰にのっぺり入れんの、誰にのっぺり入れんのって、いやー、これからもキスしてよ、のっぺり入るならキスしてよ、誰に入るのか、誰に入るならキスしてよ、ゆきやくんだったら意味ないから確かに、確かにリシャール、まだリシャール入っちゃったらもうテンション上がっちゃうよね、上がっちゃいますね、本当に脱ぐね、脱ぐね、リシャールリシャールはダメやから、赤根に入るらしいよ、ドンペリは、赤根にドンペリには誰だろうが書いてんの、じゃあやめとこう、B で50万使うわ、よし、はい、3部行きます、私、じゃあ一回 CM に、ちょっとリアルですか、こんな感じで今日はありますか、わかりました、じゃあ一回 CM に行きましょう、はい、一回 CM、 はい、 CM どうぞ、引き続きね、ゲスト、はい、ゆきやくん、なつきくん、あやくんでお送りしてます、変わってないつの間にか変わってます、変わったね、ゲスト変わったね、変わりました、で、残りも10分ちょいなんで、はい、最後に、はい、最後に終わりよければね、いいと思うんで、全てをしていいですね、めちゃめちゃすごいグダグダだったんで、そうですね、ちょっとね、本気出してちょっと盛り上げていきましょう、盛り上げていきましょう、お菓子食ってる場合じゃねえよ、そうですね、今ね、コメントが860件、おあと140件お願いします、
せん、せんは行きたいっす、せんを目標で、ね、はい、あや、脱いで脱いでって言ってます。脱いで、ちょっと言っていくわ。脱いで行くんだったらいいんじゃないこれ。脱ぐしかないよ。脱いで店来てくれんなら脱ぐよ。何でもするんだよ。コメントはいいや。来てくれんならいい。ほらほら、アップになってます。5人でね、脱ぐしかないよ。脱ぐしかないよ。脱ぐしかない。キス顔しながら脱いで。やらしい、ただのやらしい。やらしい、やらしい動画なんだ。しちゃうんじゃない、たぶん。あや、黒髪ロング好きなの？え、黒髪ロング、一曲歌おうに。一曲、いや、せっかくなんでね、この貴重な10分間を大事にしましょう。俺のね、もののけ姫でね、時間を潰したらもったいないんで。じゃあこの5人で、はい、一番イケメンだなって思う人を書いてたの、はい、コメントで。はい、うん、で、はい、最終的に一番好きなかった人が、はい、なんかしよう、今日は。はい、なんかしましょう。脱ぐって、脱ぐ、やめましょう。それやめましょう。それやめましょう。それなんか俺がもしかしたらもしかするじゃん。だからあえてみんな行け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 ますって。はい、行きます。はい、だから最終的に一番少なかった人が脱ぎます。はい、わかりました。スタート、スタート。よしよし、これ伝わってんのかな。伝わってないでしょ。2個、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 全然コメント伸びない。ココアが一番、ココアが一番。そう、今からこの5人で一番、うん、はい、かっこいいなって思う人コメントしてください。ユキは生きてますか？一番、全然、ね、アカネココアとかじゃん。一番好きなかった人が服を脱ぎます。いや、これね、でも神は不利だよ、絶対に。俺だってプレイヤーやったことないもん。でも、今見るに、多分ユキヤくんが一回も書かれてないやばいから。ユキヤ出てる、あそこに。ユキヤ生きてますから。あやから関係ない。あやの好きなタイプは、好きなタイプは、あやの好きなタイプ、清楚系でしょ。いやー、すごいね、すごい、ぶっこんでくるね。どうなんだろうね、ほんとにね。なんだろう、好きなタイプ、清楚系でしょ。俺はでも絶対脱ぎたくない。やばい、これ神は勝ったっしょ。いや、これ多分神が、これ多分ユキヤだね、絶対。ユキヤ準備しといて。やめましょうよ、やめましょうよ。やめしてないしね。もう脱ぐのいいんだよ。やめしないし、じゃん。うん、脱ぐしかないよ。やめしないし。何、え、チンコ出すんですか。上だけで。やめて、そういうこと言うの。やめて。ピー入る、ピー入る。みんなコメントしてほしい、ね。はい。疑問文を。何、お金、お金取れてる。お金、お金。いや、同レベだと思われてる。那須くんの好きなタイプ。はい。那須くんの好きなタイプ。見た目で。うん。見た目。スヌーピーみたいな子が好き。そうね。スヌーピーみたいな子がいいです。はい。可愛い。パラエル入れ墨してるやつは。もういないですね。もういないですね。ちょいちょいいますよ。ちょいちょい。あ、一人ぐらい。ああ。葵とかね、入ってんだよ。あと最高経営責任者。どういうこと？天狗背中にがっつり。途中まで入ってる感じだ。コウさんが背中にがっつり入ってる。途中までなんですね。途中まで。こういうやつが。そう。こういう、なんかこういうやつ。なんすか。見に来てほしいよな。カメラ。そこになりたい。カメラ。人気だよ。そこになりたいって。いいけどね。なつきの好きなタイプどうしても聞きたいんだって。さっき言ったじゃないですか。どうしても本当の本音が聞きたいみたいな。本音は？本音はおおらかな子がいいです。おお、おおらかだそうですよ。神谷の帽子になりたい。神谷みたいな。誰？絶対一人でしょ。もはや同じシリーズ書いてますね。神谷くんの好きなタイプ。好きなタイプですか。なんかね、でもね、俺はもう、キャバ嬢。ほんとね、キャバ狂い説流してるのこの人だけだから、ほんとに。ほんとひどい。いや、なんかね、いや、神はあれですよ、とりあえず盲目な人が好き。あー、そうか。もうなんかね、ダメ、もう浮気ダメみたいな。神谷くんやばいな。ほんとに浮気はダメです。ゆきやは？僕っすか？好きなタイプなんすかね、なんすかね、タイプとかないんすよね、あんま。はい、ゆきやにタイプはないです。コメント1000超えました。イエイ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 、ありがとうございます。あたす。いや、チャラチャラ系好きじゃないからね、ほんとに盲目じゃないと。 JK。 じゃあ、ルナさんは、ルナさんの好きなタイプ聞きたいっすね。いやー、キャバ嬢ですか。キャバ嬢、キャバ嬢ですよね。いやー、でも JC、修学生。嘘です。可愛いからね。はい、何をしないのに言いたいの。やばいよね、普通に。
何かしたのっていう。何もしてないですよ、俺。もうユキヤのタイプ聞いてお店盛り上がってユキヤのタイプ誰も聞いてくれない。3人に聞きたいんだけど、お店どうですか、今日の盛り上がり具合は。もうやばいっすね、最初から。混んでた混んでた混んでます。混んでないね。これちょっとこれから混むんで。これから混むんでね。はい、じゃあなんだっけ、じゃあ、なんだっけじゃないや、今日の、もし初回で来てくれた方の初回入れるからね。今日ダメかも、ちょっと、もしかしたら早い時間帯だったら入れるんで、ぜひとも、はい、早い時間、はい、これから初回にもし来たいっていうお客様、はい、はい、ニコ生見たで、はい、ニコ生見たで、はい、今日はなんと今日はなんと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 3部ができるということで、はい、はい、ということで3円で、3円で、安いっすね。はい、今までかつてこのニコ生見たで来た初回がね、1回しかないですね。1回だけ1回だけありましたね。はい、あったんだ、すごい。ありがとうございます。ありがとうございます。そうですね、1回だけ来ました、ニコ生見た初回。ニコ生見たね、初回が1回だけ。そうですね、もう初回のお客様のイベントなんで、何を早めの時間帯で。ゆきやくん、ゆきやくん、僕はミルクさん、ミルクさん入ったやつなんだよ、入ったやつ誰だよ、あやは指名無料、あやくんだけじゃ指名無料で、ですよ、飲み放題で、飲み放題ですよ、いいですよ、あやくんは飲み放題で、暇なんで俺、ゆきやくんはゆきやくんどうしよう、もらいしてよ、もう指名料2万円、ゆきやくんチームの代表ってことでね、はい、ヘルシー無料でじゃん、ヘルシー無料で、ヘルシー無料で誰もしないかもしれないじゃん、そしたらで、なつきくんは、はい、はい、うん、指名してくれたら、指名してくれた、なんかキス、キス、キス、なつきくん、キス好きです、キス好き、キス好きですか、キス好きで、うん、で、あと3部だね、3部の宣伝を、3部の宣伝を、はい、12月中旬に、15日ぐらいかな、から後半にかけてパラレル3部ができます、イエーイ、はい、とりあえずね、ルナさんとカミヤが3部行くんですけど、はい、ぜひともね、面接してください、3人で行きましょう、面接してください、はい、行かないです、はい、3部になったらカミヤくんも、カミヤくんもプレイヤーだよね、嘘だ、絶対嘘だ、カミヤくんも指名できます、絶対嘘だ、それは嘘に違いない、で、営業時間は7時から13時まで、はい、はい、はい、予定ですよね、はい、またドンペリ入る、で、中旬から下旬にかけてオープンですね、はい、絶対一人でしょっていう絶対一人でしょそんな感じでね、今日話すことがなくなったね、はいはい、そうですね、あとどれくらいなんだろう、同じ人だもんあと1分ぐらいです、ああやばいやばい、あと1分ぐらいなんかめっちゃ強い、はい、もう一部行かない、一部は週2ぐらいで出ます、はい、一部週2ぐらい出るんで、そうですね、はい、ちょいちょい、ちょいちょい出る感じで、うん、あー、週2か、あとね、神谷は指名できないよ、寂しいっすね、寂しいっすね、寂しいね、もう会えなくなっちゃうのか全然寂しくなっちゃう本当にね、いや3部と1部両方出ようかなと思って、お、両方出れる、はい、出れます、で、まあ、そんな感じで、はい、注意しないの、今日はね、動画が短かった短かったんでね、ちょっとゲストも多めで行ってみましたけども、ちょっとドンペリかかってるからチューしてよ、うん、ドンペリいや、だって絶対嘘じゃないですか、はい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 、チューだろ、はいはいはい、はいはい、また来週も見てね、バイバイ、ありがとうございます、See you next、 ぶっている感覚に投げかけるすべもなく黙り込んだ この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りしました。